お元気ですか。映画パーソナリティの伊藤さとりです。普段映画の舞台挨拶などでお世話になっている映画人たちと映画について語らう伊藤さとりのシネマの世界。さあ今回はこちらの作品からです。牧本さん。牧本。牧本さん。牧本今こうなってました。空気が読めない、人の話を聞かない、なかなか心を開かない。市役所に勤める変わり者牧本の仕事は、身寄りがなく一人で亡くなった人を埋葬するお見送り係。決めたことは自分のルールで突き進み、ちょっと頑固で迷惑な牧本だが、亡くなった人に思いを寄せる彼の無垢な気持ちが人と人をつなぎ、やがて奇跡をもたらしていく。阿部サダヲ主演、水田信夫監督のコンビで送る笑って泣けるエンターテインメント。映画アイアム牧本が絶賛公開中。そこで今回はこちらのお二人がゲストに登場。粘りがちですよ。今回のゲストご紹介します。映画アイアム牧本から主演の阿部サダヲさん、そして水田信夫監督です。よろしくお願いします。いや、お二人はこれで4作目の主演作で映画ご一緒しているということでございますけれども、はい、まず水田監督は阿部さんをその主演で起用したいと思う、まあ、惹かれてるポイントってどこですか。4作も続くってことはエコひいきですよね。まあ簡単に言えば、あの俳優としても尊敬する存在だし、あのまあ人柄が好きなんでしょうね。阿部さんどうなんですか、水田監督とこうやってずっと回を重ねることに、何かこう新しいものを出さなきゃとかいうのはあるんですか。僕本当に変わらないのですね、その、 あの、うん、言い方というか、あの独特、そのこの映画はこういうものだからとかいう話し合いもそんなしたことないですし、次はこういうのでやろうとかそういうのもないので、他のね、まず水田組やったことない、やりたいなって言ってる俳優は、うん、結構ここがすごい話し合ってやってるもんだと思ってる人がいるんですけど、うん、全然ないですもんね。全く全部水田監督が全て持ってきてくれて、決まったものをやるだけなんで、一番僕は本当に苦労しないというか、うん、あの辛いことがないっていうか、なんか楽させてもらって申し訳ないっていう感じぐらい、本当にあの現場がすごいスムーズにいくんですよ、監督。いやだって見る作品ごとに当て書きかって思うくらいのこの魅力を放ってますよね。でもそれを作ってくださるのも監督なんで、すごく僕は分かりやすいしやりやすいので。そしてこの二人コンビになると、なんだろう、こんなに笑いって人を心を豊かにしヒットするんだって私は思うんです。でも笑いって結構日本だと難しいって言われるじゃないですか、ね、映画で笑いを作るっていうのって。これどうなんですか、お二人はどういうふうに考えてますか。まあ、笑いのプロだとは思うんですけど。笑いのプロでも僕は本当好きで、笑いがあるものの方が、でもその真逆もできる方、すいませんあのできる方っていうのを知ってるから信頼できるんだろうなって気はしますけどね。もうそれをね、阿部さんもそうじゃないですか。うん、そうですか。いやでもそれそうですか。でもそれほら監督も今言ったんで嬉しいですね。なんか、ね、水田監督をそのね、シリアスもコメディーも作れるじゃないですか。いやいや、そんなことないですよ。いやいや、そうでございますよ。こうね、経歴を見たりしてね、作品を見ればね、皆さん分かると思うんですけど、どうなんですか、その笑いを作る上で何かこう心がけてることってあるんですか。おかげさまで25年ぐらい明石家さんまさんと、あの縁があって、それで、テレビドラマもそうでしたけれども、今 2,3 年に1本ずつあの舞台もやって一緒にやってるんですけどね、やらせていただいてるんですけど、だからそういう意味では笑いは全くできてないとは思いますけれども、笑いとは何ぞやっていうのは25年かけてあの教わってる気がしますね。ロジカルなんですよ、笑いって。つまり何かこう偶発的に生まれるものではなくて、偶発的に生まれるのはやっぱ笑われるものであって、笑わせるものっていうのはとても計算高く、組み立てていくものだ。いやだけど言われて納得だって。この映画私見て、なんだろう、笑わせようとしてないところで笑ってたんですよ。そういうことですよ。なんだろう、この
牧本さんが一人で部屋の中でこうほらあの亡くなった人たちの写真をこう入れてね、うん、アルバムにしてるところの雰囲気さえもなんだかほっとしちゃったりするんですよね。ほっこりとかすごい笑わせようとしないで人の心をこう温かくするってすごいぞとか思ったんですけど、うん、どうです阿部さんは今回の映画の中でここのシーンはすごくあの思い出深いなとかちょっと笑っちゃったねとかあります？あの松尾さん、うん、松尾鈴木さんとあの話してるシーンがあるんですけど、すごく奥が田園風景でとても風の強い日で、松尾さんがなかなかタバコに火をつけられないというちょっと手が不自由な役だったみたいですけど、それが可愛いなと思ってなんか、まあ、僕はねあの松尾さんが代表のとこにいるもんで、大人計画でございますね。そうですね、その時ちょっと、ま、牧本忘れそうになって頑張ってと思って松尾さんうまく火つけてって思いながらやっちゃったから少しちょっと牧本から離れちゃったかもしれないですけど、監督は今回の作品の中でなんかカメラ回しながらここはすごいミラクルショットだったなって思うとこどこですか？阿部さんに赤ちゃんを抱いていただいて、で上着の襟のところによだれがついて、でお家に帰って上着を脱いだ後になんだこれで着てみて、あの時抱いた赤ん坊のよだれなんだって気づくシーンがあるんですけれども、実は撮影順が逆なんですよ。気づくシーン、自分の部屋で気づくシーンを先に撮って、その後もう随分時間が経った後に赤ん坊実際抱いてるんですよね。だから、まあ、言ってみれば阿部さんのイメージだけでこれ演じてるんですけど、そのリアリティに驚いてしまって、で実際に抱いたショットともう本当にこうやって重ねるとぴったり同じになるっていう、すごい俳優だなと思います。それは言った方がいいですねすごいあそうですか、それすごいな。だけど逆っていうのを初めからじゃ分かった状態でやったってことですよね。まあそうですね、台本を読んで、あ今日はこっちから撮るのかって思ってたってことですね。そうですね、いやそれもでも見事にってことですね。うん、ちょうどいいとこに赤ちゃんも寝てくれたからそうそうそう